今日はハートマストレーニングジムの、心のアプローチグッズについて紹介をさせていただきます。これまでの保健室でのアプローチ、そして学級学年での子どもたちへのアプローチを大きく変えるグッズです。すべて脳科学の理論、そして現場の実践から生まれた現場密着型のカードです。一番人気があるのが人生の魔法カード。これはまず子どもたちが話し出すきっかけを作ります。そして質問カード、すでに悩みとか課題が明確な子に関してはこれを使うことで子どもたちが自ら気づいて、そして思考を整理し何をしたらいいのかということを気づいていきます。こちらの質問カードは大人が遊び感覚で使えるように作りました。もちろん子どもたちに使っても大好評です。そして子どもたちの人間関係を知りたいなという時にはこのキャスティングマップというのを使います。子どもたちがなんとなく感じているものを見事に視覚化してくれます。そして子どもたちの自己認識、長所短所、そういったものを、明確にして、そしていろんな気づきを与えてくれるのがこのあるあるレンジャーカードです。これは授業にも使っていただいています。今日はこの5種類について楽しく理論とともにご紹介していきたいと思います。